い。はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回はミー太郎さん企画のコロシアム M の決戦の日が来たということでやっていこうかなと思います。今日ハロウィンですね。うん、特に何もないということで、まあ、今回の企画の説明なんですが、実況者6名でバレルタワーに挑んで誰が最速でクリアできるのかっていうのを、まああれですね、挑戦するというか、まあ競うっていう感じの動画です。うん、で、他の実況者さんの URL とかそこら辺は概要欄に貼っておきますんで、そこのところから見てもらえればいいと思います。まあ多分再生リストの方でまとめてるかな、後で。ではまあパーティー紹介なんですが、とりあえずこんな感じです。はい、タワラさん、ゲオ先生、バラキーちゃん、カエサル、フーマコタロで、マスターレーソーがアニバーサリーブロンドを使ってやっていこうかなと思います、今回は。うん、ではまあやっていこう。あ、正直ね、この企画が始まるまでさ、何もしなかったんだよね。バラキーちゃんの騎士の間を9から10に上げたぐらいで、DM の方で、今日がこの日だから皆さん動画投稿してくださいねっていうので、あ、そうだ、そうだったみたいな感じのになってるから、超ナメプレプレイしていくんですが、よろしくお願いいたします。ではまあやっていくか。これでどうか。まあ1ターン目に関しては、そのまんま、ゲオ先生、タゲ集中もらって、ぶん殴、終わってもらいましょう。ぶん殴られてか。で、ここ多分、オーバーキル入るんで、タワラさんがいい感じに溜まるはず。あ、オッケー。これでタワラさんは、とりあえず NP は溜まってた。ここからバラキーちゃんのやつ溜めていきます。55%、どこまで行くかな。ここでアーツか。それだったら仕方がない。できたらアーツチェーンとかできる方がね、気持ち嬉しいんだけど、まあそう簡単にはいかないからね。80で、この多段ヒットのやつがバラキーちゃんに言ってくれると結構 NP 溜まってくれるんでいいんですが、まあ下手し事故る可能性があるっていうのがあるんで怖いですね。ここはこうしましょう。とりあえずバラキーちゃんを貯めないといけないんで、もうバラキーちゃんガンガン使っていきます。止まらないのは知ってる。お、チェーロ撃たれてる。危ねえ。俺今すっごい心の中でチェーロをなんで撃たれたんだって思ってた。これバラキーちゃんに来てた。事故ってたな。あ、危ねえ、危ねえ。で、どうするか。ここ多分アーツで殴れるから、こうしよう。OK? で、ここ溜まる?あ、溜まった。よかった。よし、ここで4ターン。あ、結構時間かかっちゃったな。ここで5か。だから、コマンドカードとしてはバラキーちゃんのカード1枚。あーけどスター集中のやつ使ってるな、もったいない。まあいいか。一応このパーティーなんとなく予想してるんですが、最速でね、多分7ターンでクリアできるんですよ、俺の予想。最速7で、遅かったらそれ以上で、多分アンパイで8ターンぐらいでクリアできると思うんで、なんとなく。でこれ多分ね、魔性特攻入ってないと倒す、あれバフ入れないといけないはず、多分。確かトータさんのやつがバフ、自分のバフで魔性特攻入ってたら3万ぐらい出るはずなんだけど、ノーバフだった場合確かどれぐらいだったっけな、なんぼだったっけ、覚えてない、なんぼ出てたっけな。確か2万3000ぐらいしか出なかったはずなんだよね。でここで勝利の確信。いやー、やっぱ、タワラさんの方に行っちゃうよね。吸っちゃうよね。分かっちゃうって感じ。ただ、正直、別にそれはいい。それは許す。ここでクリティカルをどちらかによるかって感じ。まあ、本来だと、カエサルの B 性能らへんのにクリティカル来てくれたら、そっち側にやろうと思ってたんですが、まあ、しゃあない。こっちにするしかないか。で、ここどうする?バラキーちゃんの宝具は次のターンまで持てるから、とりあえず放置するとして、B 性能かな、やっぱり B チェインかな。そうだね、 B チェインするしかないね。ここでアーツ入れたら絶対火力下がっちゃうから、もう B チェインでクリティカルしてくれることを祈る。 70%、 OK、 70% 引いた、素晴らしい。 OK、 アジタートはもう正直もう予想範囲内、知ってた。でここのところで OK、 このまま B チェインでぶっ飛ばせるんじゃないかな。今のところ7ターン。予想ターンとしては8ターン。うん、そうだね。次のターンにワンチャン勝てるんじゃないかな。戻り死にの右腕は怪異となった。ていうか、
すっげえ俺これ初めてなんとなくポチポチやってるけど、お風呂上がりですごい眠たい状態でやってるから本当脳回ってないんだよな。これいける？うわ2000足りねえ。連想のレベリングがちょっとここで押しあれだったか、きつかったが、まあそれは知らないか。ただ、このターンやばいぞ。フォロワートゥーラ倒せないとまた長引いてしまう。あ倒せないか。あーくっそー、こうなると、あ死んだ。あれ死んだということはコマンドカードがリセットされてしまう。あよかった。ということで自分は9ターンでしたね。いやーこれあれだったな、霊装とかもうちょっとキャスターの全体とかがいたらもう少しうまいこと言ってたのかな、うん、9ターンこれ負けたなこれは正直負けたわ。多分どこら辺かな、早い人で多分7ターンぐらいでクリアしてると思うんで、めっちゃローリング長いんだけど、まあ Wi-Fi の影響だね。最近 Wi-Fi の調子が悪くてということで、まあとりあえず自分として、あスクショ取れてなかった。まあ後で画像のやつちゃんと置いとこう。まあただ歯車ドロップしたんで美味しいんでいいです。はいということでとりあえずやってきたんですが、うん9ターンでしたね。いや今回の敗因としてはやっぱキャスターが引けなかったっていうのがあるかな、うん、バラキーちゃんと虚数来てるから結構よいい感じがあった気がするけど、まあ今回は多分負けですね。罰ゲームは罰ゲームか、ミーさんの罰ゲームだけは受けたくないな。シュガーさんの罰ゲームが一番気持ちとして楽だから、できたらそれしてほしいな、うん、シュガーさんに頑張ってほしい謎のここで応援っていうね、うん、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。今回自分は9ターンというまあ遅かったです。はい、まあただ今後ミーさんがまたなんか変な企画やってたらそっち側に参加すると思うんでよろしくお願いいたします。では、最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回もこういう感じの動画撮っていくかもしれないんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。ツイッターや生放送もやってますので、よかったら覗いてみてください。それじゃあ、バイバイ。